気はありません。これがナバルデウスの後半戦 BGM、月神の歌詞です。特にこの歌詞に意味はないように思えますが、おそらくこの世界の生態系を表しているものだと思われます。それでは次に行きましょう。この BGM ですね。これはおそらく風神竜と共鳴した日の絵が歌っているものになり、実質伊吹牧彦が歌っています。意味はそのまんま百竜夜行を表すものです。風が強くて最下の群れが襲ってきて、里の民が出てきて相手をする。それでは次は雷神竜を見ていきましょう。これは伊吹牧彦を殺されたナルハタタ姫が怒っていることがわかります。仇を目の前に憤怒する雷神竜を見事が沈まれと言っているように聞こえます。
この BGM の意味は、ようやく風と雷が交わる時が来た。これで我らの子孫は天と地の神となるのだ。騎士孫孫ともに、この世界をすべて断ち切ろう。我らは楽園の親となるのだ。的な意味を歌っています。お菓子が滝大地は沈められたというのは新大陸のことなのでしょうか。大地の徳の偉大な勝利によってと続いていることから、イシュワルダが死んだことの比喩なのかもしれません。そしてサビの部分の異端な魂は素晴らしき成長を遂げるという部分、この異端な魂というのは完全に有結晶の地で育った得意個体のゼノのことを指しています。ですが調査団が戦ったムペとは臨界機関を使いこなしていないことから、ここで矛盾が生じてしまいます。それとも異端な魂ということ自体が普通ということでしょうか。
この、我から石は発し、石は我に返る、というのは、素有から何かが生まれて、それが死んだら素有のもとへ返るということでしょうか。これを何かの比喩だとすると、おそらく固有の生体エネルギーが地脈を通って素有のもとへ返るという風に捉えられます。これはシュレイドが滅んだ時にある作詞家がやってきて歌ったものだとされています。この詩は後に国有伝説とされておとぎ話として広く知られています。今日の動画はこれで終わり。おすすめ動画は右上から、最近の動画は左上からどうぞ。登録者が増えたり高評価がついたりしたらやる気が出るかもですので、ぜひともよろしくお願いします。それでは次回の動画で。